Welcome to my channel. I m active japanese high school music teacher pianist まゆみ。こんにちは。現役高校教師ピアニストまゆみです。えー、アナリティクスを見ると本当にいろんな国の方があの視聴してくださってるので、変な英語で挨拶してみました。それではよろしくお願いします。今日は、えー、藤井風さんの？歌詞ね。音楽をあの。じっくり聞いて。 どうしてみんなこんなに彼の音楽、彼の歌詞が好きなのかっていうことを書き出してみたんですね。それであの気づいたことをはいお見せしていきます。私の分析、まゆみの分析です。よろしくお願いします。あの私常々藤井風さんの曲の説明をするときに 肩の力が抜けている肩の力が抜けているって私言ってると思うんですけど私その言葉を繰り返していいる自分に気づいたんで,す、ね、ではどういう特徴があるのか30個書き出してみました。 ここういったところなんです、ね、であのー、何回も言ってる私が肩の力が抜けている肩の力が抜けている押し付けがましくないとこのワードを繰り返してる私って何なんだろうって思ったんですよね。つまりこういうことだなと思ったんです。私たちっって、てみんんなな。この逆をやってるんだだいつも。だから、 藤井さんのあの自然体を見て聞いてものすごく感動するんだってことが分かったんですね。でそれはですねこういうことになります。つまり、 いかかがですか私これに気づいちゃったんですね現代人ってこれやっってるんんだなと思ったんです全部藤井さんの逆をやってる逆やってるから藤井さんのあの様子がまぶしくてまぶしくてしょうがないんだなっていうことに気づいたんですね。でこれってすごいことだと思いませんか 私すごいなと思ったんですね。うん、全部この反対やってるんですよね。普段。だから私たちはあのまあ、できてらっしゃる方もいらっしゃると思いますよ。でも私はできてない自分に気づいたので、あのあこれを彼はやれてる。そしてみんなにそれを示しているから、だからあんなに人気があるんだな。 いいうことに気づいたんですよあのいつも言っています通りその楽曲分析であるとか音楽の特徴っていうのの素晴らしい方はもうたくさんいらっしゃるのでまあ、あの概要欄に貼っておきますのでそちらをご覧いただければと思うんですけどなぜこんなにみんなあの人の音楽に惹かれるのかなっていうことを考えるにあたって。 私はこれに気づいてしまいましたそしてまあ多くの人そして私を含めですよこの逆をやっているからいつも毎日ずっとやってきたからだからそれを考え直してあの自然体で生きようよっていうふうに提案してくれている藤井風さんを神に感じるんだろうなって思ったんです。皆様はははいかかがでですす私はこの気づきき結構大きくてですね あの是非皆様にまあ、真由美の、えー、勝手なあの思いではあります。けれどもシェアさせていただきたいなと思ったんです。はい、あのー、これからもね。あの富士山からあの学んだことをお話ししていきますので、もしね。よろしければね。あのチャンネル登録と高評価もしていただけますと嬉しいです。それでは。 また別の投稿でお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.Thank you for as always.If you're interested in my channel, please subscribe and highly rate.I'm so 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 happy.So see you next post. 最後までご視聴ありがとうございました。